く来い、クラウド。ミッドガルハイウェイから中継です。ご覧いただけますでしょうか。ビルが完全に倒壊し、道路が崩落しております。複数の建物から煙が立ち上り、火の手が上がっているのが確認できます。現在ミッドガルはかつてない危機にさらされています。魔鋼炉爆破事件、7番プレート7番プレート崩壊に続き、ミッドガルハイウェイに突如発生した竜巻が0番街から2番街に至る区画に甚大な被害をもたらしました。ドミノ市長と市当局はシンナカンパニーの助言を得て、この竜巻は反シンナ勢力アバランチによる未知の兵器を使った攻撃であるという見解を発表しました。現在停戦中のウータイの関与も視野に入れて引き続き調査するとのことです。現在ミッドガルはかつてない危機にさらされています。魔鋼炉爆破事件、7番プレート7番プレート崩壊に続き、ミッドガルが全部竜巻に入っちゃったんだ。発生した竜巻が0番街から2番街に至る近くに甚大な被害をもたらしました。立て続けにいろいろ起こりすぎるよな。引き続き現場から生中継でお送りします。現在も倒壊したハイウェイでは神羅軍によって捜索が進められています。不明者1名、そっち。元ソルジャー、大型の剣バスターソードを所持、逃亡の恐れあり。繰り返す、逃亡犯は元ソルジャー、バスターソードを所持。おい、あそこ、こっちへ運べ。離陸の準備を急げ。あれは救助された方でしょうか。まずい、あっち、あっち向けて。救護班に連絡しろ。回収対象者を確保した。これよりヘリにて帰還する。急げ、出発するぞ。おい、何をしてる。今ヘリが飛び立ちます。ご覧の方面に行くぞ。貴様、いい加減に。戻るからこいつ見てて。俺の友達、魔鋼中毒ちょっと、エアリス、
エアリス。